ました。真ん中のこのコースに敷かれたレールの上を淡々と走っている、そんな状況です。だいたい上手い方ほど派手さがないといいますか、淡々と走っているものなんですね。今ご覧のように、この6台の皆さん、本当に淡々とレースを進めています。それだけ技術がすごいということでしょう。若干その中、赤いフラッグ、スバルインプレッサーから大木選手のマシンが抜け出した形になりました。2番手、このフラッグ、塚原選手、3番手にはピンクのフラッグ、川上選手です。で、この3位と4位の差が現在3秒8人、3番手に赤い気がして、4番手に黄色いフラッグの長谷川選手です。今、2位、3位、4位というのが大バトルです。コーンのフラッグ、今放送席の前通過、ピンクのフラッグ、その後から1台挟んで黄色いフラッグ、この3台が2位、3位、4位の争いになっていきます。1位と2位は大違い、つまり招待選手が出場結果、3位と4位は出場権取れるか、ここで終わりか、この違いになってきます。さあ、今のところトップは依然として赤いフラッグ、大木選手、2位以下とは21秒の差。そしてコンのフラッグ、あーっとつまずいた、これで2位が入れ替わった。2番手にピッツのフラッグ、川上選手が上がりました。3番手コンのフラッグ、オレンジのカラーリングに落ちた。ここで塚原選手、その後ろに黄色いフラッグ、白のカラーリング、長谷川選手が4番手、この4番手が3番手、2番手を見渡すところまで来るのか、残りが3分30秒です。2位と3位の激しいバトルなんですが、この2位、3位がバトーッと2番手横を向いたぞ、川上選手。2位、3位入れ替わりました。例えばバトルをして、ホームと接触して2台が飛んじゃった場合に、4番手がするりというようなこともこの先考えられます。レースが始まって今7分経過、ハイピッチで動いていますから、そのパワーがだんだんと少なくなっていきます。スピード、つまりパワーが、あーっと、これでどうかな。今3番手川上選手横を向いた、その間に3位と4位が入れ替わった。ここで3番手黄色いフラッグ、白のカラーリングが上がってきた。これがあるからわからない、長谷川選手3番手。序盤2番手を走っていました、2番手3番手あたりを走っていましたピンクのフラッグ、川上選手がここで4番手、チャンピオンシップ出場圏外へと一旦落ちました。残り2分ちょっと、現在トップは赤いフラッグ大木選手変わらず、そして2位が今のフラッグ塚原選手、1位と2位の差は14秒、若干この辺りで大木選手はクルージングに来たかな。少し残り2分を切ったから大きなミスがないように安全運転になったのかもしれません。あ、そうかそうかそうか、そうでもないね、いけるねこれね。で、この今オレンジのコントマシン抜いた、これでセンチャー2ラップ遅れにしました。すごいわ、僕が今見間違えていた26秒の差だもんね。いや、これすごいわ。残りがあと1分30秒。さあ、それで今3位と4位の注目、これこれこれ、僕の前、白とピンク見てください。白いマシンとピンクのマシン、3位と4位です。3位と4位は大違い、白いマシンで黄色いフラッグ、ピンクのマシンでピンクのフラッグが放送席の前、3位と4位です。残りが1分、3位だったらチャンピオンシップ出場、4位だったら今日で終わり。詰まってきた、詰まってきた、さあ来た、さあ来た、この放送で2人がまた緊張してくる。さあどうだ、3位と4位の差、前も変な報告したら共倒れになるし、逃げる方も変に攻めたら共倒れ、バックマーカー周回遅れも来る。残り40秒、さあどうだ。依然としてこの3位と4位の差、あっとこの枠が引っ張った、入れ替わった。
白いフラッグ、長谷川選手持っていく、もう注目はここだね、もうね、残り15秒、終盤になって面白くなってきた。さあ、どうだ、逃げるか、残り10秒、このままいくかな、残り5秒、もう1周あるか、4、3、あと1周ある、ここで今、あと1周ある、あと1周ある、長谷川選手、菅原選手、まあ、フィニッシュ、大木選手、フィニッシュ。そして最後今塚原選手フィニッシュ。